皆さんこんにちは、押切萌です。最近公開された花王のクリアクリーンプレミアムの CM、 もう見てくれましたか？ちょっと前に電車で見かけたっていう方とかいらっしゃったんですが、とても嬉しく思っています。最近公開されたこの CM、 昨年の12月に撮影をしたものなんですが、その裏側を今日はご紹介したいと思います。ただその時 YouTube をいつか始めたいと思いつつも、始めてもいない時で撮り方が分かっていなくて、画面グラグラだったりちょっとダラダラっとしてたり、いきなり縦画面になっちゃったりとか、いろいろトラブルがあるんですけど、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。でこの CM は海老原ゆりちゃんと美香さんというモデルさんの3人で初共演だったんですが、もうとっても楽しくて和気あいあいとしていて、歯磨きをするシーンでは結構みんなで二の腕を押さえ合ったりとか、笑いをこらえながらやっていたシーンとかもあるんですが、で今回は私の一人の場面を動画で残してますかね。はい、その辺も見ていただけたら嬉しいです。歯磨きっていうと白い衣装で爽やかにっていうイメージがあるかもしれませんが、こちらの CM なんと真っ黒の衣装でかっこよく撮っています。そのイメージも現場の雰囲気から感じ取っていただけたら嬉しいです。カメラがグラグラしてたり見えにくいところがあるのが本当に申し訳ないんですが、見ていただけると嬉しいです。ぜひ感想も教えてください。そしてこちらの CM 概要欄に載せておくので、完成したものとか WebCM、 これはおしゃべりしてる CM なんですけど、そっちもちょっと面白いので概要欄からぜひ見てね。それではご覧ください。どうぞ。おはようございます。今日は CM 撮影です。私服はこんな感じです。白いニットに青と黄色のスカートです。カーテンみたいな感じのスカートです。それでは控室に行きます。わあ大丈夫、気持ちいい。あれやったから染みるよ。いや全然、冷蔵庫で冷やしてたから。あ、そういうことだ。めっちゃ気持ちいい。高原堂のマスクです。眉毛描きました。Summer sun 2009, we were feeling high, and I got drunk for the first time. I thought I was cool. I thought I looked smooth in your clothes. I tried to make a move. It was summertime, the time of our lives. お疲れ様でした。今帰りの車の中です。だって夕方過ぎちゃったんですけど、急いで帰ってます。家族の元へ。楽しみだ。今日は久しぶりにゆりちゃんともお仕事で絡めたし、憧れのみかちゃんとも一緒にお仕事ができて本当に楽しい撮影でした。みかちゃん、ゆりちゃんと私っていう3人もすごく新鮮だったし、3人組のショットでは結構もう爆笑したりしておかしかったので、ぜひその新鮮さと和気あいあいとした雰囲気が伝わるといいなと思っています。皆さんもぜひクリアクリーンプレミアムの CM チェックしてください。そしてクリアクリーンプレミアム使ってみてね。お疲れ様でした。